新日本プロレスロスインゴベルナーブスデハポン内藤哲也です。2018年1月4日東京ドームでレッスルキングダム12が開催されますが、皆様 1.4 ってどんな大会なのかご存知ですか？ 1.4、まあ、つまり1月4日のことなんですが、もう27年連続で開催されている東京ドーム大会、新日本プロレスにとっても、そして日本プロレス界にとっても最大のビッグイベント。僕もファン時代何度も東京ドームに通いましたよ。あの巨大空間で行われるプロレス、試合はもちろんですが、巨大なステージ、そして豪華な演出の中、長い花道を歩いてくるレスラーにもぜひ注目してください。今回の2018年1月4日最大の注目ポイントはやはりロス・インゴベルナーブレス・デ・ハポン内藤哲也でしょう。皆様の目で、皆様の耳で確認しに東京ドームへお越しください。新日本プロレス 1.4 東京ドーム大会までトランキーロー、あっせんなよ。